統一教会の勅使河原さん。共産主義は嫌いだと言いながら、北朝鮮と年頃。どっちなんですか、答えてください。非常にその金日成の教えでですね、文先生は信頼できる男だという遺言を残されて、それが故に今でも関係は続いていますけど、しかしながら大前提として私たちは共産主義とか全体主義には反対しております。だからそれをなんとか克服しなければいけないというのが共産主義に勝つという意味で勝共という意味なんですね。だから彼らとその共産主義政府とその手を結ぶということは断じてありません。追加して申し上げます。確かに一般的に見ればですね、反共の頭目であられた文鮮明氏が北朝鮮を電撃訪問して、当時の金日成主席と会って、抱擁し、握手をしたということは、まあ、普通に考えれば何を考えているのかと思われる、それは分かります。しかしながらそこにおいて文鮮明総務氏は金日成に対して何と言ったかと言いますと、主体思想は間違っていると言ったそうです。これ命がけの言葉ですよ。金日成の支配する北朝鮮にいて主体思想を間違っているはっきりと言ったそうです。命がけで行かれたんですよ。それは先ほど勅使河原が言ったように父母の心情を持って共産主義も抱えていくというそういう思いから命がけで行かれたんです。決して共産主義にと手を結ぶために行ったのではございません。以上です。勝共の一方で北朝鮮と年頃などとんでもないとのお話でした。涙ぐみながら言ってましたね。ファ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 。日本の罪を憎む気持ちはわかりますが、とにかく日本は朝鮮人と台湾人には憲法を適用せず、強制労働や慰安婦を強いたのですから。しかし、共産主義の話は時代遅れです。共産主義など相手にしている人は政治的な利用をしたい、ネトウヨだけ、安倍晋三、前原誠司、玉木雄一郎、連合の吉野。あるのは独裁的な政治です。安倍は縁故主義、エコビーキ、ご褒美をぶら下げた、忖度政治、勝手な独裁でした。プーチン、習近平や、金正恩は、KGB 警察、秘密主義、仲間内、利益分配の独裁的政治です。今、戦う、相手は、安倍的なもの、プーチン、習近平や、金正恩の独裁的政治です。共産主義も、資本主義も、関係ない。共産主義という古臭いことを持ち出す者は外に敵を作り、己の独裁政治を隠すものです。